1772年のチャタム伯爵チャタム伯爵内閣は1766年から1768年まで続いたチャタム伯爵を首相としたグレートブリテン王国の内閣。チャタム伯爵は助爵以前の功績で知られることも多いため内閣はピット内閣とも呼ばれる。一般的に首相とされる政治家と違いチャタム伯爵は第一 大倉教ではなく、王子少女として、首相を務めた。チャタム伯爵に上され貴族院に移籍したダイピットは、政策より人を掲げて、党派に関わらず能力ある人物に感触を与える、決意であった。そのため、第一次ロッキンガム公爵内閣の国務大臣だった、ヘンリー・シーモア・コンウェイは、続投した。また、ダイピットの義兄テンプル伯爵が第一、 大倉卿の職を拒否して野党に止まると、大ピットは、第1、大倉卿をコンウェイと、同じく、ロッキンガム派だった、グラフトン公爵に与えた。大ピットに親しいカムデン男爵とシェルバーン伯爵は、それぞれ大法官と、南部担当国務大臣となり、東海路の薄い海軍大臣エグモント伯爵と、補給庁長官グランビー公爵も留任。 元、大法官だった、ノーティントン伯爵は官職である、枢密院議長に移り、チャールズタウンゼンドは、財務大臣に任命された。チャタム伯爵は長らく通風に苦しんでおり、内閣も思うように目的を果たせなかった。政策より人の理想もエグモント伯爵が、チャタム伯爵の外交政策に反対して、海軍大臣を辞任、ロッキンガム派のチャールズソー・オンダースが公認となったことで、 崩壊した。チャタム伯爵が主張した外交政策は孤立を脱するためにヨーロッパ列強に同盟国を探すことだったが、プロイセン王フリードリヒ2世が花房広志同盟の再締結を拒否したことで失敗に終わった。内閣が成立した直後は危ういながらもロッキンガム派との友好を保ったが、チャタム伯爵はロッキンガム派と親しい王室会計長官の エッジカムダンを罷免してしまう。グラフトン公爵は、チャタム伯爵を尊敬して、ロッキンガム派と疎遠になっていたため留任し、コンウェイも留任したものの、ソーンダースを、はじめ多くの閣外大臣が辞任した。海軍大臣は、有能なサー・エドワード・ホーク提督が就任したものの、それ以外の官職の大半が、ジョージ3世の長身ビュート伯爵の支持者だったものに与えられたため、 チャタム伯爵内閣はが全不人気になり、野党勢力が強まることとなった。さらに、同時期に、チャタム伯爵がロンドンを留守にしていたとき、財務大臣タウンゼンドが1767年初に、米州植民地に課税するタウンゼンド処方を提唱したため、内閣は分裂した。内閣が分裂の危機に陥っている最中、チャタム伯爵は、 総物病で何もできず、グラフトン公爵は、チャタム伯爵の代わりに内閣を何とかまとめようとしたが、野党のロッキンガム派、ベッドフォード派、グレンビル派が共闘した上に、閣僚間で論争があったため困難を極めた。グラフトン公爵は前に所属した、ロッキンガム派の支持を得ようとして失敗した後、 ヘッドフォード派の支持を求めて1767年秋より1768年初まで大規模な内閣改造を行い、コア伯爵が枢密院議長に、ウェーマス施策が北部担当国務大臣になった。また、ヒルズバラ伯爵が新設の植民地大臣に就任、対米州植民地政策の担当が、怪獣的なシェルバーン伯爵からヒルズバラ伯爵に移ることとなった。 またタウンゼンドが死去して、ノース教が財務大臣になり、庶民院内総務の職も、内閣の行方に不安を感じたコンウェイから、ノース教に移った。ベッドフォード派は団結一致していたため、内閣の主導権を握るようになり、彼らは、チャタム伯爵が目指した対米州植民地政策より、強硬な政策を取り、それが残った閣僚の受け入れないところとなった。 1768年秋、ベッドフォード派はグラフトン公爵にシェルバーン伯爵の悲鳴を説得したが、このことはチャタム伯爵の怒りを招き、チャタム伯爵は1768年10月にシェルバーン伯爵と共に辞任した。チャタム伯爵の友人である大法官カムデンは留任したが、今やベッドフォード派が内閣の主導権を握っていることが明らかになり、 グラフトン公爵は正式に首相となった。これにより、グラフトン公爵内閣が発足したが、1年ほどしか続かず1770年1月に崩壊した。ありがとうございます。